と。なになに？ふぅ。あ、ううん、なんともないよ。ちょっと疲れたなって思っただけ。どうしたの？さあ行きましょう。よろしくキリト君。キリト、キリト、ただいまーって誰もいないか。あれ、キリト君疲れてたりする？なんか調子悪そうだけど。私そんなこと言ったっけ？あ、でもキリト君と一緒にいる時間を増やしたいって気持ちはあるかな。それでね、新婚旅行かどうかはわからないけど、たまには日頃の疲れを癒して羽を伸ばしたらいいんじゃないかなーって。本当はもう少し早く言い出したかったんだけど、どうかな。
談して決めようと思ってて。行きたいところ？79層にこんなところがあったんだ。キリト君、嬉しい。あ、見てキリト君、ほら桜吹雪、綺麗。キリト君、聞いてる？そっか。晩ご飯美味しかったね。料理人たる私をうならせるとは、この宿屋の料理人ただものじゃなさそうね。だよね。近くにいい狩り場があれば長通りをしてレベル上げっていうのもいいんだけどな。うまくはいかないよね。さて、お腹もいっぱいになったことだし、何しよっか、キリト君。おやすみ。本当に寝ちゃうの？キリト君変だよ。昼間だってなんだか無口だったし、今だって。せっかく思う存分二人っきりでいられるって思って新婚旅行に来たのに、これじゃ。私こそ、いきなりごめんね。でも、キリト君、悩んでいることがあるなら言ってほしいな。いいよ。でも、いつでも私に相談してね。
明日をも知れぬ命だけど、だからこそゲームをクリアするために私たちはここまで進んできたんだよ。そんなに不安にならないで。私だってキリト君の背中を守れるぐらい戦えるよ。一緒にゲームをクリアしようよ。一人で戦わないで。私はずっとキリト君と一緒にいる。そばにいる私のことちゃんと見て感じてほしい。キリト君、ずっとずっと一緒だよ。キリト君、キスして。優しいね、キリト君。ぎゅーっとして。暖かくて気持ちいい。キリト君の匂いと音がする。ねえ、私の音も聞いて。私を愛して、ね。あ、キリト君、そこは、あ、ダメ。おはよう、キリト君。キリト君の寝顔、堪能しちゃった。そんなことない。いつまで見てても飽きないよ。大好きな人の寝顔だからね。逃げ場所はないですよ。ねえ、昨日の約束覚えてる？